天皇陛下を侮辱した韓国嫌韓拡大のきっかけとなった李明博による天皇陛下侮辱発言。日王天皇が韓国に来たければ謝罪せよの背景は、韓国の李明博、イミョンバク前大統領の側近、李登輝、イ・ドンガン元大統領報道官が前政権の回顧録、朝鮮の日々を出版した。2012年8月に、スモモ前大統領が竹島、韓国名独島、トクトを訪問し、その後で、天皇が韓国を訪問したければ、心から謝るのがいい、と発言した背景に触れた。この出来事は、日韓の政治外交関係だけでなく、日本人の韓国に対する印象の悪化に大きく影響したと言われる。スモモ前大統領は、竹島訪問の4日後、ソウルでのセミナーで、天皇も、韓国を訪問したければ、独立運動で亡くなった方々を訪ね、心から謝るのがいい。何ヶ月も悩んで、痛惜の念、なんて単語一つを持ってくるのなら、来たる必要はない、と述べた。日本では衆院が発言撤回を求める抗議決議を採択。野田佳彦首相、当時、が遺憾の意を表す親書を大統領宛に送ったが、韓国政府は返送した。回顧録によると、スモモ前大統領はこの発言の直後、歴史問題は首相が何度も謝るより、日本で最も尊敬されている日王、天皇が語れば、より簡単に解決できるという意味だ、と述べた。天皇訪韓によって日韓の歴史認識問題を決着させたい考えも示したという。また、スモモ前大統領の竹島訪問案は、前年の11年8月にも大統領府の政務部門を中心に検討されていた。当時は李登輝氏らの反対で見送られたが、その後、慰安婦問題などで対日関係が悪化し、訪問に踏み切った。民の声へ続く。